も激辛ジョニーです。今日もみんなの心に火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、東京新宿にあります湖南菜館さんにやってまいりました。こちらはですね、中国八大料理の中の一つとされる湖南料理が楽しめるということで、やっていくんですけれども、まあ、まずはじめにね、この湖南料理とは何ぞやと、まあ、聞き慣れない言葉かなと思うんですけれども、まあ、中国でね結構有名な辛くてしびれる有名なこの四川料理ってあるじゃないですか。はい、四川料理よりも辛いとさ言われている地方の料理がこの湖南料理なんですけれども、だからね、まあ、中国いたね辛いもん食いだけは湖南料理食えと言われるぐらいね、本当にねこう唐辛子とか、山椒を使ったね本当に辛くてしびれるメニューがたくさんあります。で、今回はですねその中の一番ねその湖南料理のこの代表的な、辛いメニューの、魚の頭の特製唐辛子ソース蒸しというものに挑戦していきたいかなと思います。まあ、これはねこう魚の頭をね、大量の唐辛子とか、ソースでね、こう辛く味付けしたものなんですけれども、まあ、基本的に、ね、こう中華料理というものはねこう1人前で出るものがなくてですね 2、3人とかでこう食べるの大皿で出てくるんで、まあ、今日はねこの唐辛子のこの魚の頭の唐辛子ソース蒸しを頼みますけれども、まあ、それ以外にもね、もう真っ赤っか本当に料理が真っ赤っか、もういろんなねこう辛いメニューあります。それではいつものように行った人の感想を見ていきましょう。湖南菜館のマーラーなんとか鶏、マーラー鶏かな、はい、唐辛子がそのまま乗っていてめちゃくちゃ辛い。湖南料理は辛いと聞いていたけど本当に辛かった。でも美味しい。店員さんに中国語で話したら少し伝わった。初めて中国語で話してみたけど嬉しいということで、もうねゴリゴリの中華店です。ゴリゴリです。本当にゴリゴリ。もうスタッフさんも日本人の方ではないと思うんですけども、本当に片言の中国語で話されてます。で、僕ね実は今回ですねこの湖南菜館2度目です。2回目の撮影です。以前にねちょっと撮影させていただいたんですけども、動画のデータがぶっ壊れてまして、2度目ということでね、まあ気持ちは初心に帰ってね1回目ということでフレッシュな気持ちでやってまいりたいと思います。来ました。こちらが魚の頭特製唐辛子ソース蒸しということで、めちゃくちゃでかいな。2、3人前とはいえ、うわーこれでかいな。これちょっとご飯なんですけども、めちゃくちゃ大きくないですかこれ。うわー、そしてものすごいいい香りがしますね。うん、じゃあちょっと早速食べましょう。いただきます。さあ、魚の頭の特製唐辛子ソース蒸しお手並み拝見ですよということで、うわーめちゃくちゃものすごいいい香りがします。はい、乗ってる具材はねこれ何でしょうか。これ赤パプリカに、パクチー、唐辛子、そして、これはねこれ魚、これ多分タイの頭を使ってると思うんですけど確か。はい、じゃあね早速いただきたいと思います。じゃあちょっとこのパプリカっぽいのいきますね。いただきます。うん、うん、フレッシュです。こちらの魚いただきます。うん、うん、この下のこのソースがこれちょっとこう塩味が効いててうまいな。これうまっ。これは美味しいな。魚の頭って聞いたんでね、意外にこう食べる部分少ないかなと思ったら、しっかりこの身が詰まってて、うわすごい、うわ、うわ汁かれた、うわすごい、うわこんなに身が詰まってるよ、贅沢だな。このソースバリうまい。熱い。あ、すごい、ここも食べれるんだ。うん、いいね。身もすっかりねこれ蒸されてるから身も柔らかいです。うん、あこれは美味しい。なかなかね日本では食べれないような味ですけども、これ以外にもねなんかね毛沢東が愛してやまない中料理があって、それもなんかここに置いてあるんですけども、もう本当に到底ちょっと1回だけじゃ紹介しきれないぐらいのさまざまな湖南料理がありますけど、はい、汗だくだく、熱い。唐辛子の辛みがピリッとこう口の中がしびれてくるような感覚ですけど、うん、美味しいね。結構この下のソースはカレーっていうかこう塩辛いですね。
結構ね、こう骨が多めだと思いきや、結構かなりね、身が集まっててね、かなりの食べ応えがあります。はい、まあ、しかしね、この見た目よりかはね、そんなこう辛さはこう襲ってこないっていう感覚ですけども、塩辛いっていう感覚ですね。うん、おいしい、これはうまい。魚の頭ってこんなに食えるのっていうぐらい身が詰まってる。ちょっと目玉は無理だ。素晴らしい。はいはい、うん、ごちそうさまでした。あ、サービス。あ、サービス。はい、そうです。あ、ありがとうございます。あ、ここに。あ、そうそう。なるほど。とんでもない。ここに来て俺に試練が訪れた。これお前はもっと飯を食って体をでかくしろという神様のお告げでしょうか。なるほど、この麺をここにつけて、こうちょっとそばみたいな感じで食べるような感じですかね。はい、じゃあちょっと、よし、じゃあ行こう。うん、あ、うわ、スパイシーそうめんみたいな感じですね。うん、おいしい。しかしお腹がいっぱいなんですよ。ごちそうさまでした。大丈夫ね。もう何も来ないね。もう来ても何も食べられないから。お腹いっぱい。はい。それでは辛さレベルの発表していきましょう。コナンサイカンさんの魚の頭の特製唐辛子ソース蒸し辛さレベル。じゃんじゃんじゃん、辛さレベル 6.5 でーす。おめでとうございます。はい。さまざまな香辛料と。ですね、この魚の頭でこうソースで蒸してるわけですけれども、まあ、もちろん、ね、この唐辛子の辛みもさることながら、このソース、非常にこう塩辛くてね、非常にね、ご飯とか、あとはこのね、そうめんみたいなのにもこう合う感じですね。これね、こう魚の頭だから、食べるとこ少ないんじゃねえのかと思いきや、意外や意外、ね、しっかりこう身も詰まっててね、結構こう身が食べれてね、プリプリで、美味しかったです。うん、この唐辛子ソースの塩は本当にコナン料理を代表する、料理です。まあね、これ、ね、コナン菜館っていうのは、このコナン料理を食べられるお店って、ね、なかなかこう日本にはないですからね。これはもう中国八大料理の中の一つ、コナン料理を食べる際にはね、ぜひこのコナン菜館をということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログ、ツイッター等々更新しますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね。